これは3年前の出来事です。私は都内のあるメイク教室に通うことにしました。初めて会場に行った時に、先に長い黒髪の女性が来ていました。なんだか暗い印象で、この人と二人きりだと気まずいなと思っていました。しかししばらくすると、他の参加者が続々と集まってきて、最終的には10人くらいになりました。私が通うことにしたメイク教室はグループレッスン制だったので、10人で授業を受けることになったのです。生徒が全員揃ったら、先生がみんなの前にある教壇に登壇し、授業が始まりました。先生は綺麗なショートボブの華やかな顔立ちの女性でした。メイクをしっかりしているからこそ華やかに見えたのかもしれません。授業が始まると最初にメイクについて講義を受けることになりました。その後、実際に生徒がそれぞれの席でメイクをすることになりました。先ほどの長い黒髪の女性が先生にぴったりくっついて、メイク方法についてたくさん質問している姿を見かけました。この女性は講義が始まった最初の方の自己紹介で B さんという名前であることがわかりました。B さんはおとなしそうな雰囲気で声も小さかったのですが、積極的に先生に質問する姿にギャップを感じ不思議と印象に残りました。メイクの講義と実演が終わり帰宅する時間がやってきました。帰り際に B さんがこちらを見ているような気がしたのですが、気のせいだと思いそのまま帰りました。その後も数回メイク教室に通ったのですが、仕事が忙しくなってきたので、通うのを一旦やめることにしました。一旦行かなくなると、通うのが億劫になるものです。そうして、メイク教室に通うのをやめてしまいました。最後に、メイク教室に行ってから1年が経ちました。私はなぜか、いつもは行かない、京王線の、とある駅、都内に行きたくなりました。そうして、実際に行ってみました。なんとなく一人でショッピングをしたりお昼ご飯を食べたりしました。そうして満足したので帰ることにしたのです。駅に向かう途中で後ろから、A さん、久しぶりー、と突然声をかけられました。私はびっくりして振り返りました。後ろにはメイク教室で一緒になった B さんが立っていました。ショートボブに華やかなメイクをしたその姿は、メイク教室の先生そっくりになっていました。私はなんだか怖くなりました。A さんに会いたいとずっと念を送っていたんだ。会えて本当に嬉しいよ。B さんは硬直している私のことなど気にしないで、そのまま話しかけてきました。メイク教室で先生ととても仲良くなったこと、先生のことを知り尽くしていることを得意げに話してきました。B さんはメイク教室の先生のことを調べ尽くして自分のものにしてしまったように感じました。先生の特徴や個性を自分の中に取り込んでしまったのでしょう。私に会いたいと念じた B さんの気持ちもとても強かったようです。その思いがいつもは行かない京王線のとある駅、都内に私を連れてきたように感じました。B さんは私のことも取り込みたいのかもしれません。おぎふさん、そんな目でサトシを見ないでよ。もう十分食べたでしょ。呆れたように母が言う。じいちゃんは食卓の上に乱暴に箸を置くと、まるでおもちゃを買うのを断られた4歳児のように、ふてくされた態度で立ち上がり、何やらぶつくさつぶやきながら部屋を出て行ってしまった。じいちゃんは今年で88、いつも紺色の渋い着物を着ている。真っ白い髪は伸ばし放題。顔の輪郭はまさに骸骨そのもので、いつも目をギョロギョロさせている。あんなに食べているのに手足は枝のように細く、胸はあばら骨が浮いてきている。そのくせに下腹だけはぽっこり出っ張っている。まるで社会科の教科書に出てくる。鎌倉時代の仏教画の中に描かれた楽器のような風体だ。ググったら、楽器というのは、生前に贅沢をしたため、六道のうち楽器道に落ちた亡者を言うらしい。実際のところ、
じいちゃんの食欲は半端じゃない。丼に山盛りの白飯を3杯ペロリと平らげた後も、物欲しそうに指をくわえて、僕の食べている様を眺めているんだ。それでも諦めきれない時は、居間を出た後もドアを細木に開けて、母の背中をじっと見ていたりする。そんな時も母は無視して、さっさとテーブルを片付け始めるのだ。さとし、さとし、夜中になると、たまに僕の部屋のドアの前に立ち、恨めしげに声をかけてくる。なんだよ、眠い目をすりながら、返事をすると、そっとドアを開けて、決まり悪そうに笑いながら入ってくる。そして無言で、いそいそと部屋の中を家探ししだすのだ。何を探すのかというと、僕が夜食で食った、スナック菓子やチョコの残りカスをだ。見つけるや、いなや、あったと、子供のようにつぶやき、その場に座り込むとむしゃむしゃ食べ始める。また、こんなこともあった。僕の部屋は2階にあるのだけど、夜中に喉が渇いて、ジュースを飲もうと階段を降り薄暗い台所に入ると、流し台の横にある生ゴミダスターの前に誰かの背中が見える。じいちゃんだった。じいちゃん？こわごわ声をかけると驚いた様子で振り返る。口の中に何かいっぱい詰め込んで、二つの瞳を目いっぱい開いている。それから、あたふたと台所から出て行った。後から見てみると、生ゴミダスターの蓋が開けられており宙が荒らされていた。そんな食い意地の張ったじいちゃんなのだが、昔はこんなことはなかった。いつ頃からだろうか、思い返すと、それは、去年のお盆に、家族皆で墓参りに行った頃からだったと思う。墓掃除を終えて、家族皆で墓前に並び衆を合わせた後、さあ帰ろうかと父が言った時、隣にいたじいちゃんがいないことに気づいた。あたりを見回すと、うちの墓の二つ向こうの墓前に立って、何かむしゃむしゃ食べている。どうやら、お供え物の菓子に手を出していたみたいで、気がついた父が駆け寄り菓子を取り上げると、真っ赤な顔をして怒っていた。後からじいちゃんに聞くと、腹が減ってたまらなくてつい手を出してしまったと言っていた。じいちゃんは見た目も以前と変わってきているようだ。相変わらず下腹は出っ張っているのだが、枝のような手足が以前よりも長くなってきているみたいだ。そして首も背丈もおそらくは4、5センチ高くなったように見える。遠目で見ると、まるで巨大なアメンボのようで変だ。変というと最近こんなこともあった。僕が部屋で飼っている、セキセイインコのピーコが、いつの間にかいなくなってしまった。鳥かごのあたりには白い羽がいっぱい散らばっていた。さらにもう一つ、母が可愛がっている、虎猫の小太郎も、ここ1週間ほど見かけない。今週初めには、学校の帰り道に、友達からこんなことを言われた。この間さあ、夕方お前の家の近くの路地で、お前んとこのじいさんを見かけたんだけど、ほんと心臓止まるくらいびっくりしたぞ。どうして？口をもぐもぐさせながら無遊病者みたいにふらふら歩いて、いたんだけど、顔が青白くてさ、口の周りが血だらけでな。よく見ると、口の端から鳥の足みたいのが飛び出てたんだ。一体何食ってたんだろうとビビったよ。とりあえず挨拶したんだけど、一度だけじろりとこっちを見ただけであとは何か、ぶつくさつぶやきながら言ってしまったよ。そして、昨晩の夕食時、家の呼び鈴が鳴った。父が、玄関のドアを開けると、制服姿の警察官が2人立っている。夜分にすみません。実は3日前からこの町内にお住まいの田中さん宅の4歳児の娘さんがいなくなってしまったようで、そう言って、父と僕に顔写真付きのビラを手渡すと、何かあれば、ご一報をと言って帰っていった。僕は、父と顔を見合わせ2人してごくりと生唾を飲み込むと、ゆっくり後ろを振り向く。2人の視線の先、居間のテーブルに座ったじいちゃんは、ただ黙々とご飯を食べていた。その夜、自室のベッドで寝ていると、僕は強烈な手の痛みで飛び起きた。何事か？と慌てて電気をつけると、驚くことに手首に、じいちゃんが噛みついている。その目は真剣そのものだ。あまりに痛かったから、何すんだよ。
と言って振り払うと、よろよろとなって、尻餅をついた。しばらくするとゆっくり立ち上がり、名残惜しげな目で僕を見ながら、ふらふらと部屋を出て行った。後で見ると、僕の手首には、くっきりと赤黒い歯型が残っていた。呆然として、手首を眺めていると、背後に気配を感じて思わず、後ろを振り向いた。そして、背筋がぞわりと凍りつく。部屋入り口ドアの隙間から、じいちゃんが、物欲しげな目でよだれを垂らしながら、こちらを覗いていた。小学校の帰り道、いつも、友達と通っている通りには、ポツンと一軒だけ、とんかつ屋さんがありました。そこは、お店と住居が一緒になっていて、お店の脇には、庭があります。庭の片隅には、犬小屋があり、ペットとして飼われている犬が出たり入ったりしていました。帰り道に、友達とその犬を見ながら妙におとなしいのを不思議に、思って話していました。とんかつ屋さんはその地域では割と味が良いということで、わざわざ自動車で遠くから通うお客さんもいるくらいのお店です。建物の庭の反対側には、自動車を2から3台ほど駐車できるスペースがあります。自動車が、いつも止めてありました。就業後の帰り道なので、とんかつ屋さんの店主が夕方前の空いている時間に、休憩がてら犬を散歩に連れて行くのも何度も見かけていました。犬はおとなしく店主の半歩後ろをついていきます。ところが、ある日帰り道に通りかかると、犬がいませんでした。翌日もいません。友達と病気にでもなってしまったのではと、心配していました。3日後、とんかつ屋さんの前を通りかかると犬小屋に、犬がいます。ああ、よかったね。と、友達と話していたのですが、何か、いつもと違う感じがしました。そしてさらに1週間後、また犬がいません。どうしたのかと思っていたら、その翌日にまた犬がいます。しかし違う犬でした。あの犬は亡くなってしまったのかと残念に思っていたのです。しかし3日後、前を通りかかるととんかつ屋の店主が犬を、裏口から、店の中に引っ張り込んでいるのを見かけました。犬は嫌がっていましたが、力ずくで店の中へ引っ張り込まれてしまいました。中から犬の吠え声が聞こえてきた。次の瞬間、キャンと言ったきり、静かになりました。翌日、学校帰りに、とんかつ屋さんの前を通りかかると、なんと、また違う犬が犬小屋にいます。とんかつ屋さんは、店の中で犬をどうしたのでしょう。とんかつ屋さんのとんかつがうまいのは、ひょっとして F 県愛市のとある場所に近づいてはならないとされるハイレストランがあった。それは海辺にある少しおしゃれな雰囲気のもので、昼間に見る分には全く怖いという感じはない。おまけに、俺の友達の一人は、あのレストランに昼間、人がいるのを見かけたとまで言っていた。ゆえに、俺たちは、そこが、心霊スポットであるなどとは真面目には考えていなかった。しかしある時、ひょんなことから、他の学校の奴らと肝試しをすることになった。しかも、当時中学生だった俺たちは、一見あまり怖くはない。このレストランを使って、他の学校の奴らを驚かせてやろうと計画してもいた。あらかじめ仲間を待機させておいて、そいつに、お化けらしい声を出させるという寸法だ。ところが、俺たちが、他の学校の奴らを連れて、レストランに入り、待っても待ってもいる。はずの仲間のいたずらは起こらない。おまけに、店内は、オーシャンビューを堪能させるためか障害物や死角が、少ない作りになっており、他の学校の奴らは飽き始めていた。ああ、何やってるんだあいつ。まさか忘れたんじゃないだろうな。そう考えつつ、みんなで店内を出ようとしたその時、いらっしゃいませ。俺たちの前に、予定にはない人影が現れた。俺は、仕込んでおいた仲間のアドリブかとも、一瞬思ったが、それから発せられる、しわがれた声で、そうではないとすぐに分かった。他の学校のやつの一人がそれにライトを向けると、それは、おじいさんのような何かだった。ボサボサの髪、ボロボロの服、手に持ったビール瓶、それに、暗闇の中での、満面の笑顔、そのあまりの不気味さに、
生きりたい森の男子たちは全力で走って逃げた。それは特に追っては来なかったものの、少なくとも500メートルくらいは必死に走っていただろう。かくしてハイレストランで奴らを驚かせるという目論みは期せずして成功した。俺たちも相当びっくりすることになったが、なお後から聞いた話によれば、ボケたレストランの元オーナーがたびたびそこに来ては徘徊するということがあったのだという。今ではそのレストランは取り壊されてしまっているが、彼はその後どうなったのだろうか。